皆さんこんにちは人生100年時代生き方改革提唱者のマダム・ホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳まで元気でバリバリと現役で働く世代となりますそのためにも是非今から人生設計をやり直しましょうえ実は今日初めてこの Facebook ページというところから配信していますあの昨日アメリカ時間の2018年 10月4日なんですけれども、えー、ずっと前からまあ、やりたいなぁと思ってたんですけれども、この Facebook ページというものにチャレンジすることにしました。私は皆さんご存知のように、とってもとっても好奇心旺盛なんですね。そして新しいものに興味がある。ですから、 あえててこうやってまだねはっきりフェイスブックとフェイスブックページの違いがはっきり分かっていないんですけれどもやはりピンクの自己分析成功パターンでまずはやってみるそしてこういう姿を皆さんに見てもらうことによって皆さんも特にあの青とか完璧主義者の人ですよね絶対に失敗したくないとかっていうことじゃなくってまずはやってみようで失敗から学ぼう。 から七転び八起きっていう感じの私のやり方を学んでいただきたいと思います。あ、優子さん、ゆうこさんありがとうございます。ゆうこさんがこの facebook ページからの配信第1号です。聞いてくださってありがとうございます。ちょっとゆうこさん、昨日はどうもありがとうございました。あの、本当にゆうこさんと直接お話できて、とても楽しかったです。まあ、こんな感じで、あの皆さんとあの個別にたまにお話しする。 こともあっったたりしてあの本当に良かったなって特に優子ちゃんは多分ね私がこの2000何年か覚えてませんけど初めてフェイスブックをした時に最初につながったお友達だったと思うんですでそれもどういうきっかけでつながったのか覚えてないんですけどずっとやっぱりこういうのってありますよね。ななんとととくあこの人とは合いそうとかあ それはご,せご縁っていうのか分かりませんけど全く知らない人なんだけどもあのたまたまご縁があってそ,そのままずっと。 仲良くなっていく、つながっていくということありますね。あの今日も実は、まあ、数時間前なんですけれども、あのいつも私が尊敬しているあの恵子先生にもちょっとあのお時間いただいたりしてお話ししたんですけれど、で今日お話ししたいのはあのまあこのお金の基,基礎知識ということで、やっぱり一番大事なこと、あゆうこさんありがとうございます。あのお金持ちになる、富裕層になる。 一番大事なことっっていうのはやっぱりねあシンジさんもあの初めてフェイスブックページの配信「ようこそようこそシンジさん2人目」みたいな感じでそれで「あそのお金持ちになる幸せなお金持ちになる」っていうのは多くの人が勘違いしてるのはそのノウハウ金儲けの仕方を教えてくださいとか「シンジさんおはようございます」 あの投資の仕方を教えてくださいどう,どういう銘柄がいいですかどうやったら儲かりまっかーみたいなねそれじゃあダメなんですよ。まあ、それもいいんですけどそれをやると例えば去年数多くいた送り人の人々がもう皆さん今年は普通の人に戻っちゃったっていうようなパターンも多いんですけれどああいうことになっちゃうんですねみんな一発屋になってストーンと下がるんですよ。そそうじゃななくて大事なことはサステティナビリティその状況を 十年二十年三十年。できれば次の子供の世代、できればその次の孫の世代っていう感じで。続けていくサスフナ。え、サスティナビリティが大事なんですね。あ、あのしんじさん、ありがとうございます。ハートマーク、すみません。それで、今日お話ししたいのは。私も二十五歳の介護貧乏になって、本当に。ないない尽くしだったんですよ。金なし、こねなし。 経験なし、本当にあの初めて介護貧乏で介護離職をして貧乏のどつぼに落ちてしまいましたので何もなくなくっっちゃったんですね。でその時かから、わずか5年で這い上がってきたで。その3つの方法っていうのはまあ先週からこのお金の基礎知識スパイラルっていうことでお話ししてるんですけどやっぱり収入を増やす投資をする。 それから、まあ、起業するっていうここで一番大事なこと多くの人がいっぱい仕事をねパートタイムの仕事をいっぱい掛け持ちする人います多くの人がいろんな投資やる方がいますそして多くの人が起業をやるんですけれども 多分9割は失敗するんですねいつも言いますよねだいたいぼちぼちうまくいくのが10%そのぼちぼちってどのくらいかっていうと多分1ヶ月に10万円20万円ぐらいをその副業なり副収入なりまた第2の仕事第3の仕事でねそれが10万20万っていうのは本当上位10%の人なんですね 普通の人はまあ万万円2万円とかそういういお金になりますそしてその皆さんが本当はミリオニアになりたいと思っているこの1,000万円、えっと、ね数千万円以上から奥のお金に行くのは多分1%億なんですあ1なんですね。でこの1%まで行く人と行かない人、まあ、いろんな理由がありますけれど多分。 私の経験で、それで本当に今日これ話をするつもりなかったんですけど実はちょっと昨日もねあることに出くわしてああやっぱりなこの人多分一生スパイラル上向きにならないんだろうなって思ったからあえてお話ししますね。本当ににこれ一つだけなななんでで、す。あなたが上位10上位位10% 1%、のの成功者になるか、その他大勢で 下流スパイラル貧乏スパイラルに乗っていくかっていうのはたった一つそれは何かというとまた五文字の言葉言いますね <laughs> この前は何か「おもてなし」とか「生き地獄って言いましたけど今日の五文字ですよいきますよ「リスペクト」分かります?「リスペクト」これができればあなたは「 多分5年か7年の間に1000万円とか取れるその上位1%になれると思うんですあ、ヨ子さんもシンジさんもありがとうございます本当このリスペクトもうちょっと具体的に何を言うかっていうと相手を尊敬すると同時に次が大事と同時にあなた自身を尊敬してほしいんですもう一回言いますね リスペクトっていうのは両方向なんですよ相手の方をもちろん尊敬するこれは大事なんですね人間としてだけどもっと多分大事なことはあなたがどこまで自分自身を尊敬できるかね、自分のことを卑下する人いますよねあの日本人で気をつけてほしいのが謙虚と卑屈は違うということです謙虚と卑屈は違うだからいや私なんかできない できない私なんかっていうそういう卑屈になって卑げするんじゃなくって私はできる私は人々に尊敬されるタイプの人間皆さんにリスペクトされて当たり前のだからそれなりのリスペクトをもらうための行動をしている人間あの私の本ですねこれちょっとすいませんね手前みそで。ここに書いてるるんでですけけどどはお金で買えるけど 尊敬はお金で買えない。お金で買えるものとかのものですね。地位はお金で買える。まあ、例えばあの賄賂をばらまいて、例えば学長とかなんか社長とか、まあ、政治家なんかも。ある程度あのね。なんとか献金,金とかなんとかでこうお金をまいてあの票を買うわけですよね。だからそうやって地位はある程度お金で買えるんですが。じゃあ。 尊敬してもらえるかどうかっていうのそれは全然お金と関係ないわけでして、で、それをするために、まず自分自身を尊敬する、自分を大事にする、自分は大事な人間なんだ。そして相手のことも。でね、具体例を話します。なんでこのことを言うよう、言おうと思ったか、昨日の具体例、ある女性がいます。で、私としても、やっぱり自分も一度介護貧乏とかなって、貧乏っていうものを経験しているので。 今お金で困ってる人は助けてあげたいんですねだからある子供がいっぱいいるそれこそ5人とか6人の子供がいるシングルマザーがいますやっぱりかわいそうだと思うからなんとかしてあげたいと思ってこちらなりにもいろいろ目をかけてあげてるわけですよねでやっぱりいつも応援してあげたいと思ってるでうん数日前かな 彼女から急にショーートメッセージが来て大抵ね急に来るまあそれは急に来るんですけど今話できるかとか来るわけですよ。でその時私ももう準備で忙しかったから今は話できないけどメッセージ書いてで書いたらまあなんかちょっと今日会いたいから時間をくれないか。でまあじゃあ私は今日は夜の何時だったらあの時間取れるからっていうことでじゃあその時に連絡するってあったんですね。 そののの時間が過ぎた何の変変あの梨の粒手ですよ、ね、もうそれも何日前だったかもう忘れるぐらいそれがほぼ一日おきに来るわけですよああごめんなさいあの時ちょっとあの大変で忙しくても今クレイジーでだからまた今日会えるか会えないから電話してくれとか,あのとかそういう感じでまたそれが来ない。でまた翌日あごめんん夕もなんとか とかこういうことが続くわけですよねだからあの本当に気の毒なんだけどこっちとしてはそうやって小だくさんあの貧乏の小沢さん貧乏の小沢さんで本当にだけど頑張ってると思うからこそ応援してあげたいから目にかけてあげようとしてるわけですよね別に全く私は彼女に義理も何もないしやってあげる義務もないわけですよねだけどやってあげようと思ってやってるんだけど 結局、彼女は今言った。まず、私の時間に対してリスペクトがないですよね。なんかいつでも私の時間をお願いします。って、急にパッと来て今日話せる。今話せるで。まあ、これはマナーマナー違反なんだけど、それよりも相手をリスペクトしていないっていうことですよね。だからそれが一つだけど、もっとかわいそうなのは。 自分をリスペクトしてないわけですよもう今日はクレイジーでもう忙しくてまあそれはね子供が5人もいたらこの子の学校あの子の学校宿題とかクレイジーなことが分かりますプラスシングルマザーで、まあ、何してるのか働いてるっていうことでもっと大変なことは分かるんだけどやっぱり自分をリスペクトするっていうことは自分の時間または自分の人生を優先順位を立てることだと私は思うんですよ。 こ、まあ、こんけけやらななきゃいけないことがある一人の子供いる女性でもこんだけあってそれがかける6人とか7人とか子供がいたらそれだけのやることがあるわけですね <laughs> あよね、ま。だけどその中で何が大事なんだ、まあ、その子供の宿題がなんか分かりませんけど子供のお稽古事も分かんないけどでももしかしたら彼女にとったら私とつながって私から何か一つアドバイスをもらった方が こんだけの問題が解決する可能性もあるわけですよねだけどそうやってあの大事な人とか価値のある人とのあれを時間をないがしろにして他の時間を入れてしまうだって朝,朝一に彼女は私の都合を聞いてきてじゃあ私は今日の夜って言ってるわけですよねその間十時間以上十何時間の時間があってその間に何かがバタ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 って生えて結局 このコミットメントが忘れてるそうコミットトメントですねキーワードはコミットトメントやっぱり自分からお話相談に乗ってほしいとか何かってやっておいてでそのコミットメント相手にコミットさせて自分はコミットをしていないそれで「ああ忘れた」あ「ああクレイジーで」あー「ああなんとか」ってやってるとでそれがね1回目はいいんですよ「うんそうだよね誰でもそういうのあるよね」2回目になると セカンドチャンスってなっちゃうんですけどそれが3回4回ってなってくるともういいよねって感じそれでたまたまその人、まあ、共通の知り合いがいてでその人ともたまたまあの男性なんですけど「あなんか彼女から連絡来たんですけどこっちが時間を取っておいても何にも返事来ない」って言うと相手の方が「うんあの子はいつもそうだから」「わかりますここなんですよもう周りの人が あ,あの人いつもそうだからあの人いつもドタキャンするからあの人はね約束して時間空けてあげてもねもう来ないからでそれが1人2人3人って同じことを言う人が出ちゃった時は本当に貧乏スパイラルで多分それはもう一生浮かび上がらないと私は思うんですね。なぜかっていうと私自身ももう心の中で「あもうこの人パス」<laughs>。 もうなんかか目をかけててあげて何だったのみたいなあの、ね、や,っぱりやっぱり人を選ばなきゃいけないなとかってこっちも思い直すわけですしやっぱりさっき言ったように義理も義務もない人でただ頑張ってるから応援してあげようと思ってたけどそういうね人の行為を自分自身がパッパッパッとこう捨てていってるんですよね。でそういうい人に限って 誰も私ののこことと助けててくくれれなないい誰も私私理解してくれない私はこんなに子供に追われて大変なのにとかって言うわけなんですよだからやっぱり大事なことは彼女は自分自身の人生に対するリスペクトができてないそしてもちろん相手の時間のリスペクトもできてないでところが私の場合はやっぱり25歳で介護貧乏になって貧乏を経験した時 金なななしししコネ経験なしそうすると自分の中でプライオリティ優先順位が分かるわけですよ。金がががななないいいコネ経験じゃあ何をするかお金を作る方法経験を作る方法コネを作る方法に全力特急ね全力を尽くすわけですよね。そしたらお金を作るためには何をするかリスペクトですよ。 いいコネ、ね、いい人材を作るため何するかそれはやっぱり人と人とのリスペクト信頼関係を作らなきゃいけないそして経験がない。 経験は作らななきゃいけない。けだからこうやって何でも Facebook ページとか知らないものにもどん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 挑戦していかないと経験も作らないもうこの「金なし」「コネなし」「経験なし」っていう3つの「ないない」づくしは25歳の私の自己分析からずっと今日まで続いてるわけですね。コネ、お金、経験これで十分ってことないんですよ。もっともっっとと いい人生が待っている。もっともっといい人と巡り合える。もっといい経験ができる。もっとお金が手に入る。<laughs> そういうもっとっていうことがあるわけでして、そういったために私はこの3つを作るためのことは最優先しています。だからいい人脈を作るということは相手にやっぱり誠意を尽くす。だけど昨日の彼女のようにこっちは誠意を尽くしてあげても、 1>, 1回2回3回4回5回とかってなるとなんか仏のなんとかもなんとかまでって言いますけどもういいよねもうさようならってなるしまあ仕方ないなだからこれを見た時に昨日の経験でやっぱりこの貧乏スパイラルに陥る方はそういう方なんですね。自分でやっていることさえ分かっていないといとうことは優先順位がちゃんと分かっていないということですね。そうあ 新司さんもそうですねコミュニケーションはリスペクトそうなんですやっぱり人と人との付き合い信頼関係があってこそ初めてあなたは幸せなお金持ちになりますでその信頼関係を作るためにはコミットメントをうこちゃんもおもてなしは両者に理解と尊敬がないおっしゃる通りですやっぱり理解と尊敬ですよねそれから理解っていうのは あのはを持ってどうせずだから理解はするわかるだけど別にあなたと私が同じにある必要はないっていうこのことですよね本当にねそういうことなんですねだからちょっと昨日の出来事はやっぱり具体例として皆さんに知らせたい特にこの頭の髪の毛振り乱している人っていうのはあの頭の中が混乱していて優先順位が分かってないです。 で自分をリスペクトしていないからあっちからこうやられたらはいあっちからこうやられたらはいああだこうだってきて一番大事なことを逃しているだからいつまでたっても幸せにならないだからいつまでたっても豊かさを手に入れないでそういう人はやっぱりなんか苦労の顔してるんですよこういっぱい深いシワとかがあったりこうシミとかもできてたりでもそれはその人のこういうことをよく観察すると なんか自業自業得だよねっていうのが本当にありますそういった意味で皆さん大事なことはこう「あもう大変」と舞い上がらずにそういった時こそ余計に呼吸を整えて自分の胸に手を当てて今自分は何をすべきか今自分に足らないものは何なのか私の場合は金なしコネなし経験なしないない尽くしだったわけですからそしたらやっぱり。 お金を手に入れるためには何をしなきゃいけないのかいいコネ、ね、人脈を作るためには何を今自分はすべきなのかそして 経験がないいつまでもど素人じゃいけないから経験をするためには何をするか失敗から学ぶことしかないんですねそういった意味でまあ、昨日こうやって Facebook ページを作って早速優子さんとしんじさんが今日こうやってライブも聞いてくれさ本当にありがとうございますそしてチャンスの意味がわからないと貧乏スパイラルから逃れられないもうしんじさんその通りです本当に昨日のことで かわいそうだな残念だなと思ったんですけどご本人は自分が何をしているかが分かってないだからこそ貧乏スパイラルがますます墓穴を掘っちゃって本当に上がれないんだろうなこの人って思いますよねまあそういうことですやっぱりね皆さん周りの人世の中は多分いい人が9割もともと即意地の悪い人は多分1割もいないと思うんですがこのあなたがどういうことをしているか によって、やっぱりいい人の行為でさえあなたはドタキャンしたりこうせっかくこっちを先約を作ってたのが後からこっちが入ったからって平気でこっちパーンと蹴ってこっちに行っちゃうそうすると周りが「あいつってなんかお金のためには何でもするんだ」とか「あいつは 悪魔に魂を売ったやつだとかって思われたりとかあの人信用できないせっかくしてあげたのに何これとかってねもう本当にそれっていうのは自業自得なんだろうなっていうのがちょっと昨日は感じました皆さんはそうはならないでくださいね是非優先順位頭の中で考えてあまり忙しくて舞い上がってる時はちょっと コーヒー一杯お茶一杯でもいいですから自分の時間を作りましょう自分を大事にしましょう、まあ、今日はこういうことです本当にんじさんゆうこさんハートーいっぱいありがとうございましたではまた皆さん明日、ごきげんようさよなら